どうも、皆さん、こんにちは。ジャックバスです。本日はですね、アメリカンエクスプレスのクレジットカードありますよね。私のね、メインカードにさせていただいている、マリオットアメックスプレミアムカード。ちょっと息子にシールが貼られてしまって、よく見えなくて申し訳ないんですが、まあ、こちらをね、私メインカードに利用させていただいておりまして、先日ですね、イデアがポイント対象外にね、公式サイトに記載がありましたよね。で、またですね、こちらの B4 さんも、まあ、ポイント半減のね、対象先に記載がされましたということで、本日はですね、今ね、最後の取り入れとね、私は思ってるんですけども、こちらのありがとうバンクカード、あの前澤さんがね、運営している会社だと思うんですけども、ありがとうバンクカードっていうのはですね、こちらね、アメックスからのチャージでポイント満額取れるっていう風になりますんで、本日はですね、こちらの解説ね、やっていきたいなと思います。ということで、こちらもね、最後の取り出なんではないかな、なんていう風に思ってるんですけども、こちらのね、ありがとうバンクカードはですね、アメックスからのチャージでポイントがね、満額取ることができます。まあ、こちらにね、利用実績ね、載せておきたいなと思うんですけども、まあ、こちらがですね、2023年5月現在ですね、まだチャージしてポイント満額がね、取れるっていった形になってるんですよね。で、このね、ありがとうバンクカードね、結構前にですね、動画のコメントでアメックスからのチャージでね、ポイント満額取れますよっていうのは教えていただいてたんですよね。ですけれども、このカードはですね、300円の発行手数料がね、かかってきてしまうっていう風になりますんで、まあ私もね、手を出していなかったんですけども、まあ先日ね、B4 さんとイデアとですね、ポイント半減とね、対象外が発表されてしまいましたので、まあ、今回ね、こちらのありがとうバンクカードをですね、発行させていただいたっていった形になるんですよね。ですので、これからですね、アメックスの決済仕様ね、まあ、ヒルトンアメックス、マリオットアメックスプレミアムともにですね、利用していただくとね、ホテルステータスが獲得できたり、無料宿泊特典とかね、獲得することができるっていう風になりますんで、もしね、お得にチャージして決済仕様ね、積まれたいっていう方は、まあ、発行していただいてもね、いいのではないのかなと思います。で、このね、ありがとうバンクカードのね、基本スペックなんですけども、1回のチャージがね、上限3万円っていう風になっておりまして、月のチャージ上限が12万円まで、で、持てる残高は上限10万円までっていう風になってるんですよね。ですので、決済仕様でね、まあ、利用していただくことはできるんですけども、毎月のね、チャージ上限っていうのが、12万円までっていう風になっておりますので、ここはね、ちょっとネックになってくるのと、先ほども言いました通りね、こちら300円のね、発行手数料がかかってしまうっていう風になりますんで、まあこの点はね、注意していただいて、まあ利用ね、していただければな、なんていう風に思うんですよね。で、またですね、このカードね、見ていただければわかる通り、IC チップもついてないんですよね。で、タッチ決済も対応していないんですよ。ですので、お店でね、利用する場合は、スライドでね、決済が必要っていう風になりますし、また IC チップもついておりませんので、まあ基本ね、サインが必要になるかななんていう風に思いますので、ちょっとね、使いづらいと思うんですよね。まあそれでもですね、アメックスからね、チャージして、ポイント満額取ることができますので、一つのね、選択肢にしておくのはね、いいのではないのかななんていう風に思うんですよね。で、3D セキュアにもですね、対応しておりませんので、まあ、ペイペイにね、登録して、まあ、今後ペイペイ登録するの終わっちゃいますけども、まあ、5000までしかね、利用することができませんし、スイカとかね、まあ、そういったものにも、チャージ系ね、基本的には利用することができないっていう風になっておりますんで、まあ、この点はね、ちょっと注意しといていただきたいな、なんていう風に思うんですけども、一応ね、アメックスからのチャージでポイント満額ね、取ることはできます。で、このね、発行手数料の300円に関してなんですけども、今ね、参加されてる方ほとんどいないかもしれないんですけども、前澤社長はですね、未だにお金配りキャンペーンやってるんですよね。で、ゴールデンウィークとかにもですね、毎日じゃんけん大会みたいで、最高賞金1000万とかだったかな。ちょっと金額忘れちゃいましたけども、まあ、ずっと勝ち続けるとね、1000万までもらえるみたいな、まあ、そういったキャンペーンもやっていて、まあ、そこまでいかなくてもですね、毎日ね、150円とか120円とかね、取れてたりしてたんですよね。ですので、まあ、こういったキャンペーンを駆使すればですね、この発行手数料ね、300円かかりますけども、ここはクリアできる、まあ、ちょっと長期間になるかもしれないですけどね、まあ、できるかななんていうふうに思いますので、まあ、こちらもね、発行されたい方ね、いらっしゃるかななんていうふうに思いますんで、今後ね、一応この前澤さんのね、話もですね、動画のコミュニティ欄とかにはね、入れていきたいななんていうふうに思うんですけども、
ありがとうバンクカードね、アメックスのチャージでポイント満額取れるっていう風になりますんで、まあ多分ね、今現在では多分最後ではないですかね。まあもちろんね、結構前にね、購入いたしました、このエブリングっていうのも、アメックスからチャージでポイント満額取れるんですけども、まあこちらね、ビザタッチでしか利用することができないので、まあそういったものであればっていう感じなんですよね。ポイントで、チャージでね、ポイント満額取れるっていうのは。ですので、まあ一つの選択肢としてですね、皆さんね、覚えておいていただければな、なんていうふうに思いまして、今回ね、動画作らせていただきました。ということで今回ですね、ありがとうバンクカードはですね、アメックスからのチャージでポイント満額取れるということで、動画ね、解説させていただきました。で、ちょっとね、話は変わるんですけども、まあ、今回の動画の本題って言ってもね、過言ではないんですけども、実はですね、動画のコメントでですね、5月の1日に、この B4 さん、動画出しましたよね。ポイント満額取れなくなりました。まあ、今もう公式サイトにはですね、ポイント半減の対象先でこの B4 さんって記載がされているんですよね。ですので、ポイント満額取ることはできないはずなんですよね。そう、できないはずなんですけども、こちらですね、私の動画の視聴者の方で、ちょうどね、5月過ぎてからチャージされた方が数名いらっしゃったみたいで、平井さん、ポイント満額取れますよ、という話をね、結構いただいてるんですよね。で、そうなんだと思ってですね、私も5月11日に1万円チャージしたんですよね。まあその動画のコメントを見てね、すぐチャージさせていただいたわけなんですけども、なんとですね、5月の13日に明細上がってきまして、B4 さん、ポイント満額ね、取れているって言った形になるんですよね。ですので、5月の11日で13日に明細に乗ったっていう風になりますんで、これはですね、おそらく、B4 さんの公式サイトの掲載は、ポイント半額ね、先に掲載して、対応はこれからっぽいんですよね。ですので、正直ね、いつまでこのポイント数ね、1万円で300ポイントになってますけれども、私はね、マリオットアメックスプレミアムでチャージしてますんで、100円で3ポイントなんで、1万円で300ポイントですね。っていう風になっておりますんで、この点はね、押さえておいていただきたいなと思うんですけれども、このね、B4 さんに関してはですね、先に掲載して、対応は後回しみたいなね、っていう感じで導入されたっぽいんですよね。ですので、今後ですね、時間の問題ではね、あるわけなんですけども、今現在はですね、こちらね、B4 さんのチャージに関しても、ポイント満額取れるっていう風になっておりますんで、まあ私はね、皆さんに使った方がいいですよっていうのはですね、正直、いつ導入されるかね、わかんないんで言えないんですけども、まあもしね、一か八か、まあ、なったとしても半分はね、取れますので、まあ、もしね、満額取れるかもしれない状態で、まあ、チャージしてもいいよっていう方は、まあ、しばらくね、利用していただくのもね、いいのではないのかなと思います。私もですね、スイカにね、チャージしたいんですよね。ポイント満額で。ですので、まあ、おそらくね、私はこの B4 さんね、ポイント半減がね、記載されるまで、実際にね、されるまではですね、ちょっと使っていきたいな、なんていうふうに思うんですけども、2023年の5月の11日チャージ分に関してはですね、ポイント満額ね、取れているっていうふうになりますんで、まあ、今後ね、定期的に1000円ぐらいね、チャージして、まあ、いつまで取れているかね、見ていきたいな、なんていうふうに思いますので、ひとまずね、こういったことにね、今 B4 さんになっておりますので、この点はね、覚えておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、Twitter、Instagram もね、やっておりますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。